空のレストランで主演を務めた大泉洋さん、共演者の本上まなみさん、岡田将生さん、そして深川義弘監督です。はい、ようこそお越しくださいました。改めて大きな拍手をお願いいたします。まずは本作主演を務められて俳優もバラエティもこなす北海道の大スター。本作では海の見える牧場でチーズ工房を営む主人公設楽渉役を演じた大泉洋さんからお願いします。ありがとうございます。もうそろそろ北海道の大スターって呼ぶのやめてもらっていいですか？公開になりましてからもう早いもので1週間ぐらい経ちまして、初日は札幌で迎えたわけでございますけど、このようにこう東京でもご挨拶させていただけて大変嬉しく思っています。なんか2階席もあるんですかね。ああ、どうもありがとう。ようちゃん、ようちゃん、ね、ありがとうございます。誰で今岡田君って言ったの？ありがとう。監督を務めました深川と申します。北海道が生んだ大スターを一緒に映画を作らせてもらって、今回が4作目なんですけど、今まではあの東京や北海道じゃない地域で大泉さんとは撮影しておりました。今回初めて大泉さんのホームグラウンド北海道で撮影させてもらって、大泉さんがいつもよりものびのび生き生きしてただななんていうふうにちょっと思っております。主演俳優っていう以外の、役回りがとても多くて、なんかこの映画を、作成クルーを、迎えてくれるホスト役のような感覚で、ちょっと大泉さんが、リーダーのような感覚で撮影を進めてまいりました。見ていただいて分かると思いますけど、俳優陣とても仲良く、セリフなのかセリフじゃないのかよくわからないような空気のまま進んでおりました。なんかそれがなんか今回の映画の特徴かななんていうふうに思っております。またここからまた多くの人たちに見ていただきたいと思っておりますので、そういう雰囲気をこの映画の武器だというふうに思っておりますので、また楽しみに2回3回と足を運んでいただければと思います。今日は最後まで楽しんでいてください。山の会のね、皆さんがいるんです、モデルになったね、はい、その人たちがいろんなこう差し入れとかをねしてくれまして、それがまた美味しくて楽しいんです。ですからこうものづくりのなんかこうこだわり方がこう半端ないわけですね、その人たち。だからその人たちが持ってくる食材があって、その食材をこう調理するまたこの料理人がいて、その料理人がまたそのこう食材に対してとってもこう感謝してなんかこう作るんですよね。ですからこの映画の中でも本当に朝こう我々の家族がねいただきますって言うわけですけど、まあ、本当に少しやっぱものを食べるってことに対して、まあ、真面目な話をするとちょっとこう感謝するようになりましたね。まあ、やっぱこれだけ苦労してやっぱり作っているものであったり、本当に命をいただいてね我々生活するんだよなと思いは、まあ、この映画でちょっとやっぱありましたね。なんかごめんなさい、真面目な話しちゃいましたけど、ついにしちゃいましたけど。ありがとうございます。好感度上がったんじゃないですか？上がりましたかね。今上がりました。上がりましたかね。ありがとう。好感度を上げようとしていたって書かないでくださいね。